南国境がかなりめんどくさかったです。賄賂要求ってやつですね。買わせなかったな、払っちゃいました。難しいっすね、ああいう状況で払わないで逃げるっていうのは。みんなどうやってんでしょうか。とりあえずベナンに入国しました。印象最悪なんだけどね。まあまあ人々は良さげな感じです。部屋に帰ったらびっくりです。部屋の中が水浸しです。水没です。電化製品をベッドの上に置いといたんでよかったんですけど、ひどいなこりゃ。さっきまで向こうのメイン道路走ってたんですけど、そこはチャリだと走れないということでペナルティーでまた罰金取られ、またっていうか罰金取られました。ベナンは本当なんだろうな、ここはちょっとムカつきます。